メイが、とある男性歌手に大ハマりして熱を上げてる。って、話を、ちょっと前に姉から聞いた。その歌手は、90年代に2人組でデビューしてるんだけど、当時高校生だった私が、大ハマりして熱狂してた、まさにその人。CD や音楽雑誌やライブに、小遣いやお年玉を全部つぎ込んで、私の青春は、勉強部活以外は、そのユニット一色だった。数年で解散しちゃって、その時は、もうショックすぎて大泣きして、ご飯も喉を通らなかったくらい。今はまた再結成してるけど、昔注いでたような情熱は戻ってこなくて、遠い日の思い出って感じになってた。でも、当時の私と同じ年のメイが、ファンになってるのが嬉しくて、なんか懐かしくて、昨日実家に来たメイに、押し入れに眠らせてた、お宝を大放出してみた。解散前に出た、CD と雑誌全部、写真集、ビデオ、ドキュメンタリー本、ライブグッズ、懸賞で当たったサイン色紙もあった。段ボール箱3つ分を、どさっとあげたら、メイ、規制上げて発狂した。今も、雑誌のアイドル見て、若い、って言いながら転げ回ってる。そりゃあ若いよね。20年以上前だもんね。捨てるに捨てられず、奥やフリマに出すのも面倒で放置してたもろもろが、役に立ってよかった。残念なのは、7本あったビデオがダメになってるっぽいこと。テープが白っぽくなっちゃってた。全滅ではないかもしれないけど、どっちにしても、ビデオデッキがないから確かめようがない。あの頃、DVD が普及してたらよかったんだがな。大興奮してるメイを見てたら、自分もちょっと再燃してきたわ。この前、ドラマ出てたって話を教えられて、動画とか見せてもらって。今、この人、こんなことやってるのか。ってびっくりしてる。